はい、竹内です。こんにちは。こんばんはということで、日経新春杯の方もね、き、OK、い動画作りましたよ。はい。3つの角度から簡単に評価ということで、いつも通りのやつやるんですけど、あのですね、愛知杯の方が見る価値があるかなと、えー、個人的には思っております。はい。あのですね、というのはですね、あのーな、なんでこんな風になっちゃったかなっていうような状況の感じの馬が多いので、 うん、あまりそこ重視して予想しないかなって僕的にちょっと思ってるんですよね。まあそれどういう理由なのかっていうのは、まあ最後の方に向けて分かっていくので、えー、気になる方だけ見てほしいなと思います。そして最後の最後ですね、ちょっとキングオブドラゴンのところでね、ちょっと面白いことが起こっているので、まあその辺だけ見ていただいてもいいかなという感じですね。で、まずね、中京の芝の2200メートルの、あの、まあ対策動画の方でアップした部分をパパパパッとあの、軽くおさらいしていくんですけど、えー、まずリットの反応ですね。まあ別に早いからいいってことじゃないんですけど、 うんまあ、いいんですけどね、51秒台以下いいんですけど、ボス23しかないんで、まあ、これがどうなのかなっていうところがまずあるんですよね。で、遅い時計の方があが成績がいいっていうことは、ウッド状況の方がいいっていうことにつながっていきますので、説明します。はい、で、えーまあ、見本の方うはまあこんな感じです、はいえー。母数が少ないので、散らかった成績にはなっているという、まあ、当たり前の状況ですね。 で、その反労時計の時のラップなんですけど、まあ加速ラップの方が基本的には成績がいいかなというより、えー2、二波論の、二波論のところだけ12秒台の姉妹減速ラップはやっぱりここでもドボンですねと。はい、地雷ですねっていう数字が、あの、まあわかるんじゃないかな。特に立党ですね。はい、見本の方はなんかね、あの、よく見えるんですけど、当該数5等でね、2勝して成績いいだけなんで、これはもう、はい、あと何年かだったらめちゃくちゃ成績悪くなっていくっていうことです。 で、ウッドですね。はい。ウッドの姉妹が、ま、11秒台、勝率も、副勝率も高いですね。と、回収もいいですね。というところです。まあ、ウッド全体としていいですね。はい。ウッド調教、反路調教とウッド調教、どっちの馬を買おうと。うん。え2頭置いて、どっちか1頭しか買えないという時には、もうウッドの方をあの買ってください。このコースは。まあ、見本に関してもその傾向ですね。えパ、ー、ッと見成績よく見えませんけど、まあ、ウッドの方がいいと僕は思います。大体いいリンクしますしね、東西。はい。なので、えー、まあ、先ほど言ったみたいな感じですね。反路よりウッドっていうところを意識した方がいいと。 で、中距離の芝の2100メートル狙いたい状況ということで、まあ、リットのうどしうまい12.5秒以下で、えー、レース前7日間に反路を、反応がね、えー、状況ありですと。で、59秒以下、だいたい60秒以上が多いんですけど、まあ、割と早めの反路を、まあ、土日とかだいたい使うんですけどね。使っている馬で、えー、追い切りで合わせ先着か編入まで加えると超狙い目ということで、いい成績なんですが、うん、明確に該当した馬はいなかったかなと、今回、はい。 下おまけですねミニ特注ですけど、まあ、見本の音でも似たようなことができますよという感じなんですけど、あのこれもちょっと、うん、多分ん該当した馬いなかったんじゃないのかなと、今、僕が調べれる限り調べて、えー、見る限り見たんですけど、いなかったなというところです。まずその時点でテンションが下がっております。 で、えー、まあ、なぜテンションが下がっていくか、最後までお付き合いください。まず、モズ流れ星ですね。立冬派の53.4秒の時計になっております。で、派の時計が53秒ぐらいあればね、馬券率高いモズ流れ星なんですけど、えー、12秒台まとめの姉妹原則、この形ですね。この時だけ成績めっちゃ悪くなっているので、これ良くないな、というところです、ね。で、左下、えー、これほとんど、えー、反路組は全部黒三角になります。はい、それはもうしょうがないので、はい、あの、 ウッド反路なんでね。ウッドの方が反路より圧倒的に成績がいいので、ね、こうせざるを得ないというコースになります。で、旧社としてはですね、反路53秒台以下で姉妹12秒台まとめの原則、これ穴多いんですよ。うん、モズ流れ星は走らないんですけど、今のところ走ってないんですけど、旧社としては穴が多いので、その点では、まあ割と警戒すべき形ではあるんですよね。はい。で、まあ、モズ流れ星君自身で言えば、 えー、2021年の小倉記念ですね。あれで全て出し切っちゃったのか分かりませんけど、そこから絶不調モードになっております。まだ6歳なんでね、そんな衰えるあれでもないと思うんですけど、まあ戦ってる相手が強くはなってきてはいるんですけど、えー、でもちょっとね、立て直しまでは厳しいのかなとは個人的には思っております。 はい。そして、サンレーポケットですね。いつぞやの、いつぞやのね、えー、あの、三強の四着につけたときね、あの、本命にしていたので、本当に、まあ、泡吹いて倒れそうだったんですけど、えー、リットのハローで54.5秒です。えー、しまいが12.7、12.7で差がないですね。フラットというか、はい、加速も減速もできなかったと、しなかったという感じなんですけど、微妙に加速ラップになっていない。えー、これぐらいの時計で、えー、しっかり加速のときはレースでも伸びてるんですよね。なので、まあ、これどうかなっていうところです。はい。で、急車的には、あの、 そうっすね加速ラップで先着単走だったら成績いい球車なんですけどこの0.1差のこのイーブンこの評価難しいなっていうところですねうんまあ1段階下げておきましたはいでまあ3連ポケットとしてはもう相手が強かろうが弱かろうがねそうでもなかろうが、えー、常に8着以内の超相手なりです相手が3強だろうがうん自分が強の方に入っていようが、えー、常に前線で終わるというとこですねまあ衰えない8歳8歳になりましたけどまあ衰えは見えないと思うんですけど よっぽどなんか後押しがないとやっぱね、えー、これ以上はしんどいのかなとはちょっと思っちゃいますよね。はい、次にベルトライゼンデ。はい、ちょっとだけ楽しみが調教の部分で湧いたなっていうのはこの馬のおかげも、この馬のね、要素はちょっとあるんですよ。はい、反応51.0秒、いい時計ですよね。えー、なるおきねぐらいいいんですよ。うん。なんですけど、ついにですね、ベルトさん、えー、初の減速ラップを出しました。いつももう、ベルトライゼンデといえば加速ラップなんですけど、はい、人生初の、えー 追いい切り減速ラップ出ししちゃいましたねただこの11秒台が入ってるのでいい時計ですし、えー、11秒台があれば走るんじゃないのかとも思うんですけど、個人的に、僕個人的にはもう、あの、人気馬の初とかね、そういうものは嫌うので、これは1段階下げてもいいかなと思いました。はい。うん。 左下に、ね、反路組ですけど、まあでもこの時計だったら、あの、は反論時計が速い馬の成績、いいコースではあるので、半路の中ではね。なので、まあここは減点しなかったんです。で、9者としてはあの全体時計が速いのプラスなんですよね。ただ、2波論11秒台で姉妹減速の例が過去にほとんどないので、これはちょっと、うん、まあ仮も減点もしないで丸をつけておきました。はい。で、右下書いてありますけど、まあ僕の、えー、持論ですね。人気馬は変化を楽しみに。 違いますね。人気数は変化を楽しみに。人級は変化を不安にっていうのがまあ馬券の鉄則かなと思ってます。なので、まあ原則ラップが初なことはもう馬券的に楽しみになるんだと。まあ人気も背負えますからね。うん。走ったら走ったで、まああの、 それはいい時計だったもんねでて、すんじゃ話なんですけど、えー、この原則っていうところは引っかかる。やっぱベルトライゼンでイコール加速ラップっていうところをずっと見て追いかけては来ているので、こういう時に走るとか走らないとかね、チェックしてきたので、これはあのー、もう思い切って消したいなと思ってます。 次に、ベロナシーですね。はい。リットのハロで53.4秒ということで、まあ、原則、ああ、じゃないな、加速ラップにはなってます。姉妹12秒台の加速ラップです。えー、過去5回外として、ちょっと今インターフォンの音が入りましたけど、過去5回外として、馬券外はありませんね。はい。なんですけど、勝ち星はないというか、まあ、一勝馬なんでね、究極の未勝利勝ち馬なんで、まあ、しゃあないかなということで、はい。えー、ここはまあ、二重馬つけざるを得ないんですけど、 うん、9社としては姉妹12秒台まとめの加速ラップで、こう、ビシッと調教した時に勝率が落ちる謎の傾向があると。でも、馬券率はそんな低くないんですよ。はい。もうまさにベローナシティとね、この佐々木9車一心同体だな、みたいな、そんな感じはします。はい。で、えー、まあ、最強の未勝利勝ち馬、主な勝ち蔵未勝利戦という馬です。えー、でも崩れない。でも負けるときは完敗なんですよ。うん。2着3着多いですけど、なんか惜しくはなかったなっていうところがあるんでね、非常にキャラの濃い馬なんですけど、 うん。でも、当然馬券から切ることはできない。でも、頭ではあんまり買いたくないと。要するに、紐には絶対みんな入れてるから、この馬から馬券買っちゃうと期待値が下がるというね。あの、オッズが安くなるっていう、もうあ何もいいところがない。<laughs> で、困っちゃう。で、買わなきゃ買わないで、ね、馬券率高いから怖いと。うん。不適中の確率が増える。でも、馬券にこの馬を入れ続けると期待値が下がるっていうね。う一番あの、なんだろう、馬券ファン、馬券を、馬券購入者泣かせの馬ですよね。 はい、えー。次にね、プライドランドですね。えー、なんか、いい名前ですよね。対策動画でも言いましたけどね。プライド高そうな人たちしかいなさそうな、そんな国のね、えー、まあ、馬ということになります。お前、チャック開いてるじゃん。っていや開けてるし、みたいなね。絶対に折れないタイプ。はい。そんな人たちが集まったプライドランドだと思うんですが、<laughs> <laughs> 思うんですがって思えんですけど、リットの反路で53.1秒です。で、加速ラップにはなってます。で、反路を染めでしまいだけ12秒台のね、地味加速ラップの時だけやたら走ってる馬なので、 うん、今回はそれとはだいぶずれたなと思います。はい。で、9社としては、姉妹12秒台の加速ラップでの勝率はね、9社の調教パターンの中では高めなんですよね。十何歩あるんですけど、回収が60%ぐらいなんで、うん、まあ人気のある馬が割とちゃんときっちりそういう調教で走ってるなっていうだけなので、まああまり高評価はできないですね。回収60%はちょっとしんどいなと思います。はい。で、プライドランドさん的にはですね、まあ逃げ,逃げるっていうことが、うん、持ち味の馬なんですけど、 中距離の芝 2200m ではね逃げの成績悪いですからねあの全体的にでここでじゃあ逃げて勝ってるようだったらもっと順調に来れてますよねとは思ってしまいますねはいでダンディズムですよ何をね何をしとるんやとダンディズム本当にめっちゃ楽しみにしてたのに <laughs> 勘弁してくれよですよはい立東の半路で53.3秒 はい、もう反論っていう時点でもう、僕的にはもうすごく興味がなくなりましたね。はいえー、対策動画で大注目していた理由ですね、ダンリズムが過去に構想しているパターンの調教イコール、このコースでの特注調教に該当するんですよ。うん、なので、いつも通りのその調教で来てくれたらですね、コース特注で星印がつくし、当然、馬はもうドニジュー丸がつくんですよ。 だからもうダンディズムを今週末本命にして勝ってる自分の姿しかあのイメージ僕はねしてなかったですよ。本当に。そしたら反論ですからね。はい。だからもうあの、ダンディズムが構想してるのは当然ウッド調教プラス反論の形なんでバツですよね、反論だと。はい。で、左下も黒三角になる。で、9社としてもね、姉妹原則ラップで成績ボロボロなんですよ。うん。12秒台にまとめても勝率7%ぐらいしかないんですよね。で、加速ラップしかあの成績良くない旧社なのでバツなんですよ。 はい、<laughs> だから月曜日時点で本命、本命にするぞぐらいの勢いで、もうルンルンでしたよね。で、ツイッターでもダンディズムのこと書いたら、他にもね、ダンディズムを狙っている方いらっしゃって、ちょっともう、うん、いいムードだったんですけど、なぜこの後期でですね、はい、後期って言ってもカメラじゃないですよ、この後期でですね、立冬の反論状況になってしまったんだろうしかも、しかもなんか、二波のとこ早くして、ケツ落としてるっていうね、これはちょっとしんどいですね。 はい、これで構想するかもしれないですよ、消えば何が起こるか分かりませんけど、いや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 っていう感じです。はい、でこれを見て、この調教のタイムを見た瞬間に、僕は日系新春杯、あまりやる気がなくなったんですよ。はい、で、次、プラダリアです。リトーナハランで53で8秒、えー。勝ち星があるのは12秒台まとめの加速ラップの時だけなんですよね。うん。なんでちょっと遅い。まあ、姉妹のみ加速でも1戦2着1回あるんですけど。 いや、プラダリアにも期待してたんですよね。で、これだったら姉妹11秒台だったらもう急車的にはぶっ込みじゃないですか。そこも足りてきていないと。うん。ま、減点まではしなくていいんですけど、あのー、ね。あの、これだったらもうちょっとなんか、 もうちょっと買い,買いやすい感じの状況にしてほしかったなと思います、はい。まあ、青葉賞の勝利からね、悔しいクラシックを経て、えー、まだ伸びしろなんかいっぱい持ったままのね、えー、参戦ということになります。まだ4歳になったとこです。ディープサンクなのでね、クッション値が低い方がいいコースなので、雨はプラスかなとは、まあ、思いますからね、これで調教の方がもうガツンと来てたら、うん、もうダンディズムをやめてこっちかなと思ったんですけど、これもなんかね、あのそんなに胸張って、 よっしゃ、これだから勝負だというような追い風にはなってないですよね。はい、え続いては、まあ、皆さんね、ご一緒に、えー、短期は損期、ロバート・ソンキーというね、なんで俺がこれを気に入ってるのか、自分でもわからないんですけど <laughs> あの、反路で52.9秒ということで、しまが12.5、12.1、えー、全体を見ても加速ラップになっていると、その点は安心なんですけど、あの反路が早いときの方がね、バシッといっているので、ロバート・ソンキーからすると、ちょっと遅めかなっていう点は少し心配かなとは思います。で、急車的には、 うん、加速ラップで勝率が伸びる厩舎なんですけど、姉妹12秒台、えー、姉妹のみ12秒台のね、地味加速ラップの方がよく走るので、まあその点は原点かなっていうところなんですが、もう馬自身はね、着実に力をつけながら、うん、飛躍の6歳になってね、大きいとこ取っても全然おかしくないなと思う馬ですし、で、中京に関しては特にあの、クッション値問わずね、得意だし、雨、えー、と、一生クラス勝った時が中京の芝野2200不良バ,バアで勝ってますもんね。 うん、中京得意ですし、はいえー、基本的には、えー、そんなにあの心配はないのかなと思うんですけど、全体的なものを見ると、まあ、人気も考えると、ロバートソンキーとベルトライゼンでを思,思い切ってバッサリ切って、ベロンダッシーまで切って、ですねホームラン狙っていった方が面白いのかなっていうぐらいのノリになるような感じの今回の調教ですね、あの全体的に見たときにね、えー、僕の中でそういう感じになってきております。 はい、そして次に、エクスプロージョンなんですが、これ、リットのウッドで68.8秒というタイムです。はい。で、反論の方がいい印象もあるんですけど、あんまり調教に左右されてないところがあるって。で、合わせ遅れ気味なのは、まあ、いつものことなので、そこはまあ、別に問題ないと。で、コースとしてはね、少し遅れた、うん、ということから、特注には該当しなかったんですけど、まあ、限りなくコース特注にも近い内容ですし、はい。えー、まあ、ウッドイキリ、それだけでもプラスのコースなんで、うん。 えと人気上位だったりとか、実績馬とか、あと個人的に買いたかった馬とか全部反論になっちゃったんで、もうウッド組で固めて馬券買うのは面白いかなと、ね、単勝、点買いでもいいんじゃないのかなって、正直思ってます。で、厩舎的には、あのこれ、期待してる馬ほどね、ウッドりの合わせでおく遅らせるっていうかね、遅れてる傾向なんですよね、早めに生かして、後ろから通過して、あのプレッシャー与えたりとかね、その逆だったりとかしてくるので、うん。 なので、エクスプロージョンの今回に関しては、これ全然問題ないなと、プラスだなと思います。はい、で、中京競馬場に住んでんじゃねえのっていうレベルで中京競馬場を走ってるエクスプロージョンなんですけどね。もう主じゃねえのみたいなところはあったりするんですけど、うん、よく走るって書いてありますけど、あの、いっぱい走るし、構想も多い。よく走るは、両方の意味ですね。二つかかってます。で、高いクッション地でも走るし、で、雨で、朝雨降って、あ、違う違う。 うん、朝発表でクッション値が高くて、雨降ってきて重馬場になって、えー、発表は高いけど実質じゃないわ、えー、と実際は重馬場ですよも走ってるし、朝から降ってて重馬場でクッション値低いとこも走ってると、うん。考えられる組み合わせはほとんど走っているので、本当の中京校舎ってこういう馬なんじゃないのかなっていうふうに僕は思うんですよね。うん、なのであの、要は大雨とかになってくれて、えー いろんな馬がね、力がどういう風に出せるかなってなってる時の方がいいと思うんですよね。混戦になればなるほど、イクスプロージョンは、イクスプロージョンしてくれるんじゃないのかなっていう風にはね、個人的にはちょっと思っていたりするので、人気どうでしょうかね中和などころとかになってくれるんですかねわかんないですけど。はい。だったらもう全然イクスプロージョン買いたいなっていう風に個人的には思っています。 山人ゼスト、リッドノードでハロン六十68.4秒という時計なんですけど、まあウトデシマイが早ければ走ってるんですけど、あの、レース前7日間の反路がね、早めの時だけ見事に負けてるんですよね。ウッド追い切りでも。これ何なんでしょうね。はい。うんと、具体的にどこを紹介しようかな。えー、神戸新聞杯2着の時はウッドでしまい早めで、で、反路はあのレース前7日間で60秒ジャストなんですよ。 はい、で未勝利勝った時も六も66.9とかで、札幌はまあそれがないですけど、はい、で阪神の未勝利3着の時も六も65.7なんですけど、当該集にねあの、ウッド使ってるけど、日曜あたりにあの半ロで59秒台以下、うん、まあ、あの60秒以上の時計出してない時調子良さそうだなって見える時は、逆にピリッとしてないからそういう状況してるのか分かりませんけど、全部負けてるんですよね、はい。それがちょっとすごく気になっちゃったんですよね。で、今回、山にいですとか、日曜日に57.8出してるんですよ。うん えっと、ウッドで追い切った時の時計で言ったら2番目の速さかなっていう風になるので、ちょっとこれ不安だなっていうね。うん、まあ、どうでしょう、うん。こんだけ使わ、割と使われてますけど、うん、ピリッとしてないっていうことがあるのかないのかね。そこはちょっとわかんないんですけど、まあちょっと、えー、この馬としてはそういうのが走らない傾向にありますし、あと、うん まあ右に書いてありますけどね、この町田旧車ですよね。すごく気になるのは、このウッ,ドで、ね、ウッドのね、単素の成績のトータルはいいんですよ。長年見たトータルはね、5、6年見た。なんですけど、1年おきにですね、めっちゃいい、めっちゃ悪いって乱高下してるので、なんか狙ってやってんのか、何でやってんのかよくわかんないですよ。で、今年はいい年なんですよね。それで言うと。豊作になる年なんですけど、 ちょっとね、その下がり幅もでかくなってきているので怪しいなっていうことで、はい、一段階下げておきました。ただ、まあ、ウッドなんで、交際賞は A で20丸ということですね。えー、まあ、でも一応前走も菊花賞でも前線しましたしね、中京でも実績ありということで、まあ、侮れない存在ではあります。エアマニジェスト自身は、全く侮れない馬だなと思ってます。 で、えー、プリマビスタ、えー、リットノードでごはんがが70.2秒で終妹1点8です。えーまあ、中京のレコード勝ちした時がウッドで終妹早めの時計だったんですよね。で、そこに合わせてきたんで一発狙う構えなのかなというような印象はあります。あるんですけど、反論が全くなくなっちゃったんですよね。うん、これがちょっと不思議なところでね、いつもあの反論とウッドを、まあ、反論で追い切る時もありますけど、 え、共存させてやっているイメージなんですが、はい、全くないというところですね。矢作9社のうどしまい11秒台発動レアケースってこれ怖いんですよ。成績いいんですよ。うん。ただ反論も併用してのことが好成績のパターンなので、今回それがないっていうのはなんか怪しいな。どうしちゃったのかなという感じはします。はい。で、これもだから特注には該当しないんですよね。反論がないんで。うん。期待していたんですが、 はい。だからこれがね、あの、反路であの、コース特注条件あ、コース特注条件のその条件ね、えー、だいぶ前の方に紹介しましたけど、反路で59.59、えーまあ、59秒台以下の時計ですよね。プリマビスタが、えー、今回出していたら、いつも出しているので、大体。それ出してたら、これ、オール2020っ20て星だったんですよ。うん。 しかもプリマビスタって中京に島の2200のクッション値10.5の高いところでレコード勝ち。だから雨がもし空振ってもいいし。で、6.9っていうね、中京で。これあの、函館と札幌除いて最低値なんですよ。うん。中央競馬全体のね、最低値のクッション値で0.5秒差で勝ってるんですよね。はい。で、10.5の時も0.5秒差で勝ってるので、もう、なんだろう、両極端うん。 土砂降りでもいいし、もう全然降らなくても、どっちでも中京だったらもう買いだったんですよね。でそこが調教でも埋まったはずなんですよ。それがなくなったっていうのも、これもちょっと僕的には、あの、今回ちょっと興味がだいぶこのレースについてなくなっていくっていう、その流れの中の結構大きな要因でもありましたね。そしてね、アフリカンゴールド。はい。ウッドでごはろが67.6で、ウッド調教なんですけど、あの、アフリカンゴールドは反路ほとんど使わない馬なので、ほとんどというか使ってこなかった馬なので、 ええー、いつも通りの内容でプラマイもないですし、特集にも入らないということになります。旧社としてウッドの姉妹がね、これぐらいだったら別にそこそこ成績いいんですけど、大半がアフリカンゴールドの成績だったりするので、それもまあ、プラスには大きくできないなっていうことで、まあ、丸止まりかなというとこなんですが、アフリカンゴールドがやっぱ前行きたい馬じゃないですか。うん。で、 まあ逃げ不向きなコースですしね、渋った馬場がいいっていうこともないので、コンは厳しい立場だよなぁとは思います。もう8歳ですからね。はいえー、でもまあ、こうやってあの年齢をね、重ねても頑張ってる馬っていうのは、すごく勇気をくれますけど。 はい。えー、でなんだかんだ立東のウッド組も頼りないなっていうところで早やっこなんですけど、まあこれミホですよね。ミホのウッドなんですが、えっと、67秒台以下での構想が多いっていうことはまあ事実としてあると。はい。で、姉妹の時計が速くなくてもですね、問題ない馬なので、これ地味に見えるんですけど悪くないんですよ。こういう時走ってます。で、ミホの方のミニ特注、該当してくれるかなと思ったんですけど、これもちょっとね、うん、遅れているので、該当なんなかったんですよ。でもまあ、ウッドの分だけはプラスで二重丸なんですけどね。 はい。で、九者としては、うっいきりでレース前7日間に早い反応があると構想パターンなんですよ。欲しかったな。<laughs> 欲しかったんですけどね。なかったっすね。はい。なので、まあ、ちょっと、うん、一段階減点になっちゃうかなっていうところですかね。そこでだいぶ成績変わってきますからね。うん。で、えーし、まあ、芝にあの戻ってからね、ずっとダート走って、芝に戻ってからの3戦目で、えっと、函館記念を勝利しております。で、重馬場で先行して勝ったんですけど、 まあ,ああいう競馬ができれば別ですけどね。で、まあ、行けそうでも行かないし、後ろに行くことのいるの、いることの方が多いですからね。うん。なかなかああいう競馬の再現をしてくれるかどうかと言われれば怪しいのと、あと、この馬はなんかもう、昔からですけど、割と馬体重のね、あの増減が結構あの派手だったりするので、 当日になってみないとね、がっつり減ってたり、がっつり増えてたりするかもしれないっていうところがちょっと怖かったりもします。なんですけど、まあ、調教で紹介している中では、まあ、これは、うん、気になる馬だなーっていうところですで、ね、本当は気になる馬に入ってくる予定ではなかったんですけど、あまりにも気になる馬が、あの、別の意味で気になる馬が多すぎてですね、ちょっとなーっていうところですね。はい、そしてね、極めつけがね、キングオブドラゴンですよ。もうこれがオチです。 みんなね、は、みんな調教なんかどうしちゃったのみたいな、えー、今回のメンバーなんですけど、あ、ここまでな、どうなのってことになるのかっていうふうに思いましたね。はい。キングオブドラゴン、えー、リトの E コースで <laughs>、ね、追い切ってるんですよ。うん。あのね、なんでっていう思いですね。馬からしたらもう別にそのか過去の該当例がないので、も、ま、う、あ、クエスチョンマークですし、うん。9社としてもね、一応調べましたけど、競輪ボスで勝った ったこととがねあるようよううななない感じだ,だったと思うんですけど状況多分これね確定しないんで皆さんちょっと調べてもらえたらいいんですけどねいや萩さんとこで立トのイコス競輪ボスが勝ってたよなっていうねその時の調教のデータがちょっと不明確だったりするんですけど多分そうなんですよ。 うん。でも、だから何って話じゃないですか。で、コース的にはですね、立東の E コース走ったのは少ない。立東の E コースから中京の芝2200なんで、もちろんめちゃ少ないんですけど、あの、コルサーレとリアルキングですね。これが1着3着には走って構想してるんですよ。まあ、データって呼べる暴走じゃないですよ。うん。っていうことなんですよ。だから全部クエスチョン。で、意味のわかんない状況なんですけど、 この、リアルキングとコルサーレって言いましたよね。で、リアルキングなんですよ。<laughs> 急にちょっと、あの、うちのチャンネルっぽくない話しますよ。いいですね。ちょっとついてきてくださいね。変な、あの、ガチなツッコミしないでくださいね。リアルキングなんですよ。うん。で、コルサーレって調べてみたら海賊なんですよね。で、海賊って言ったらやっぱ海賊王じゃないですか。で、王といえばキングなんですよ。<laughs> これ何ですかあの、サインというやつですかね。<laughs> <laughs> 僕の嫌いなサインってやつですかちょっと気になっちゃいますよね、これ、普通に。なんか、嘘みたいな話じゃないですか、そんな。キング・オブ・ドラゴンが、ね、矢作先生のところで立東の E いコースで来て、で、過去にこのコースで、ね、あの、構想してる馬がリアルキングと海賊王ですよ。まあ、王とは言ってないですけど、海賊は。こんなことあんのかなって。でも、よくわかんねえな、日系新春配っていう感じになりました。 で、まあ気になる、まあ、はい、もうエクスプロージョン早くこと、まあ何かと惜しかったプリマビスタですかね。<laughs> はい。うん。なんですけども、書いてありますけども、ダンディズムが反論の時点でね、あの、長距離はそんな重視せずに週末予想してると思いますわという感じです。はい。エクスプロージョンは、まあ、特に特に買いたいですけどね。うん。このサンドは買いたいので、まあ、泣きの買い目の方にぶち込むか、イレブンベッド本編の方の買い目にぶち込むかわかんないですけど、まあ、このサンドはど何にしても入れると思います。こんな状況であれば。 はい、別にこれでロバート・ソンキーとベイトライ先生が勝っても、うん、まあ、あ,あ、そうですかって終わる感じですかね。なんですけど、まあ、その、どれも買いたくないなっていう、なんかどれも変だぞみたいな状況にはなっているので、だったらもうウッド組の方で、うん、まあ、いいハ当トを狙った買い方っていうのをしておきたいなと思う状況ですね、はい。 ねえ、だからもう本当にあの、ベルトライゼンデが加速ラップじゃない時点であれだし、ダンディズムがね、反応できちゃったし、ロバートソンキーもっと早い時計なんじゃないのって思ってたんで、うーん。なので、割と人気どころに絡めつつのダンディズムで締めかなと、勝負かなと思ってたんですけど、まあ、全く方向転換をここで大きくね、舵を切らなきゃダメだなっていうところになっちゃいましたね。はい。なんですけど、ちょっとね、キングオブドラゴンだけはこれね、うーん。 もうあの、僕のそうですね、もう完全に遊びとしてちょっと買いたいですね。これはね、さっき話したみたいに。これ何なんだろうなっていう。本当になんかね、気づく人にだけなんかそういう合図を送っているんじゃないのかって思っちゃいましたね、これはね。はい。大嫌いですよ。サインとかね。そういうの僕大嫌いなんですけど。 もしそういうことが世の中にあるのであれば、これが走らないわけないなと思ってます。思っちゃいました。思ってますじゃない思っちゃいました。なので、まあ、あの竹内としてのですね、まあ、本当にあの、プライベートな遊びの馬券でですね、キングオブドラゴンを、えー、誰も気がついていないだろうサイン馬券ということで、ちょっと買ってみたいなと思います。はい。触れないかもしれないですね。週末の予想の動画の時にはもう一切この件触れないかもしれないので、追い切りのこの動画を見てくださった方だけ、あの万が一キングオブドラゴンがね、もう、 ぶっちぎって勝っちゃったような日には、はい、あの、ちょっとその話題をね、あの、拾ってもらえればな、という感じですかね。はい、あの、ぜひチャンネル登録、高評価、ポチッとしていただければなと思います。なんとか日経新春杯もアップできました。うん。 結構時間ギリギリだったんですけどね、アップすることができました。だったらもっと面白い調教しといてくれよとは思いましたけどね。まあ、しゃーないっす。はい。それはもう皆さんね、いろんなご都合あるのにしょうがないというところで、えー、まあこんな感じなんですけど、まあサイトの運営とかアプリの監修とかね、TikTok とかもやってますし、はい。Twitter の方もなんかフォローしてくださる方がホープフルステックス以来増えてですね。はい。なんですけど、うん。平日は別に競馬の話もそんなにしなかったり、まあ、急に突発的に地方の予想とかね、アップしたりしますけど、うん。 別にあの競馬だけの,あのツイッターをやっているわけではないので、それに気がついて離れていく人もいますしま、また新しくね、実は自分もプロレスファンなんですよみたいな人も現れたりとか、本当競馬ファンとプロレスファンってかぶるなとは思うんですけど、うん。まあなんか楽しくやらせていただいておりますので、はい。あとなんかツイッターなんか月額、サブスクでなんか900円とか払ったら、なんか長めの動画アップできるらしいですね。 うん。YouTube にアップするまでもないし、でも縦動画じゃき厳しいから TikTok はアップできないなというところの動画で Twitter <laughs> にアップしたいけど2分20秒にはまとまらないみたいな動画もあるので、なんか有料使ってみようかななんて思ってます。はい。使うときには、あの、使うときにはっていうか、それさえ使ってしまえばね、4、5分のなんか短い手短な動画とか Twitter に上げやすいなと思ってますので、はい。まあそんなのにもちょっと今年は期待しおいてもらえたらなと思っております。ということで、はい。えー、こんなちょっと、うん。 内容はぐだぐだじゃないですけどね。なんか、調教がぐだぐだなと、ぐだぐだだなと僕は思ったので。はい。僕もなんか、ぐだぐだ気味になんか、あの、話しているように聞こえますけど、これは僕が悪いんじゃないでね。悪いんじゃないんでね。はい。<laughs> そこの顔も間違いなく、ということでお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。